7番車栃木の金子幸弘選手です。準決勝戦先行策となりましたが、ご自身で振り返っていかがでしたか？そうですね、タイミングとかが難しくてちょっと後ろの選手には迷惑かけてしまいました。ブフリ選手のスピードはどのように感じました？もう僕を横目に見ながらあっさりと言ってしまいました。ただどうでしょう、この3日間初日も早めの巻き返しとなりましたけれども、ご自身の状態というのは？そうですね、本当にここ1年ではすごくいいと思います。決勝戦となります。その外国人勢も気になるところなんですけれども、どのようなレースを考えているんでしょうか？後ろに鈴木さんがついてくれるので、僕もできる限りのことをして2人で優勝を目指したいと思います。では最後にファンの方にメッセージをお願いします。明日もしっかり、ワンツー決まるように優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。